ぜひ大熊町ふるさと祭り in 岩木、お時間の許す限り会場内一つ一つのブースも見て触れて楽しんでいただきながら、この後のお時間お過ごしください。はい、改めてご紹介しましょう。大泉逸郎さんです。大変お世話になっています。よろしくお願いします。さっき言った通り、もう関係があるんですよね、うちの、はい、両者の実家が南相馬だから。さっきも言ったけど、浪江の手前、下浦って小高町、昔小高町下浦、今南相馬になったけどね、前は小高町下浦っていうとこ、なんかあそこもううちはその馬なんだけどね、もうちょっと庭先まで水が来たんだけども、うちはそのままで、でも放射能の問題がちょっともう不可欠でね、どうして。2番目、次男を養子にやってるとこがね、松島伸びるなんですよ。それでうちをきれいになくしてね、で今回の東日本大震災に関してはもう全く他人事じゃない、身に迫る思いがあるって。そうですね、今日もちょっと一言一言、でもやっぱりね、仮設で生活しなきゃなんないんだから、まあ、それだけもう普通の頭痛があってね、狭いところで健康だけはやっぱり気をつけないと、また二の前を踏むからね、それだけ十分気をつけてもらいたいなっていうのが私の願いです。やっぱりあの震災直後にあのこちら地元の方にあの来て、でまた1年後にあのまた来て、なんかいろいろたくさん来てるんですけども、あの本当に私のふるさとはあの原発問題とかがあって、本当まだ何も1年半経ってもまだ何も前に進めてない状態で、やっぱり多くの方がまだ仮設住宅で過ごして余儀なく生活している方がたくさんいますので、なんかすごくあの心が痛いですね。はい、早く復興してほしいなっていうのがありますけど、全国の皆さん、ですね、私のふるさと福島県は本当にまだまだ、前に進めてないって状況なので、あの本当忘れないであのいてほしいなって思っております。ですからあの機会があればあの福島の方に、どんどん足を運んで、美味しいものもたくさんありますし、とっても観光するところもねたくさんありますので、ぜひあの全国の皆さん、あの福島に来てください。